富士通ソフトウェアテクノロジーズって名前の通りですね、あの富士通グループの関係会社の一つになります。で、まあ、名前の通りやっぱり富士通グループの中でもソフトやシステムの開発を、まあ、強みとしている、まあ、技術力を強みにしている会社だと思っていただければと思います。具体的には開発業務についていただきます。例えば、まあ、ソフトウェアの開発であるとか、あるいはお客様先のシステムの構築支援サービスとか、そういったところをやっていただく予定です。入社してくる方は理系の方は多いんですけれども、やはり一定数の文系や非情報系の理系の方ですねも多数入社しておりますね。文系の方も特に変わりなくですね、あの開発職についていただく予定です。ただ、まあ、いわゆるですね、その文系の方って開発の経験ないよとか結構不安に思われることもあると思うんですけども、大学でまあ学んだことも活かせるといえば活かせるんですけど、入社してから勉強する時間の方が長いので、そのあたりは我々も不安なくですね、あの育てていきたいなというふうに思っています。具体的にはですね、2年間のまずあの導入教育を予定しています。4ヶ月の集合教育と配属先での、まあ、先輩社員1人ずつあのついてのですね、オンザジョブトレーニングを予定しています。全社的に約70名っていうふうに考えていただければ。理系だけではなくて文系、あと教育とか、まあ、様々な学部の方入社しておりますね。求める人物像としては、よくそのイメージされるのは開発力があるとか資格を持っている人って思われてるんですけど、我々はもっと長い目で見たいなっていうふうに思っていて、入社してから開発力を着実に身につけられる人っていうふうに定義しています。なので例えばコミュニケーション能力がある方、あるいはこれから論理的思考力を持って学び続けることができる方、そういった人をですね、ぜひポテンシャルを見て採用させていただければなと思っています。OB OG の方たくさんいる会社なので、まあ、出題生に限って採用っていうわけではないんですけども、ご縁がある大学だと思っています。ぜひですね、興味があれば一度お越しいただければと思っています。